どうもこんにちは乾俊也です写真をもとに記憶をたどるシリーズこれは第16弾となります本日ご覧のこちらの写真はですね僕が居合の道場で朝稽古をしている時の写真ですなぜこの写真を使ったかと申しますと本日私ですね道場におきまして居合の商談審査を受けましたそしてですね 見事、5段から6段に商談することができました。はい、ありがとうございますあ。実を申しますとですね、本日商談審査を受けるとは思っていなかったんですよ。はい、本当の話は、本当の話をすると、法の演武だけね、商談審査を受ける方たちがいるのは知ってたんですけれども、法の演武だけして、僕自身は商談審査を受けるつもりではいなかったんですけれども、それはですね、 本日道場に集まった僕の先輩方もおっしゃっておりまして自分たちは商談審査を受けるつもりはなかったんだよとただ法能演武に来た気軽なつもりで来たら審査を受けてくださいと先生から今日本日突然言われまして急遽商談審査を受けることになりまして僕もですね全然自覚のないままに商談審査を受けましたところね結果合格をいただきましてですね 六段いとしなりました、はい、全く自覚はございませんけれどもまあここからね6段であるという誇りをね持って誇りを持ってというかまあ6段であることが恥ずかしくならないようにしっかりと鍛錬していきたいというふうに思っておりますまあ数字ではないんですけどもね全然数字とは関係ないとは思うんですけれどもその自覚を持って鍛錬していきたいと思っておりますはい。 商談審査がね、終わった後は、道場の大掃除に入りました。まあなかなかねこの写真を見てもちょっとわかると思うんですけれどもいろいろちょっとこうすごそうなものがいろいろかかっているわけですよまあ木刀とか模擬刀とかをはじめですねいろいろな壺であったりとか鎧であったりとかいろんなものが道場に置いてありますのでこれを一旦ですね道場の外に出しまして もう本当に大掃除。天井から床から窓からいろんな隙間からですね、本当に大掃除をしました。大掃除といえばですね、道場だけではなく自分たちの家庭でも行わなければならないですよね。僕はですね、今年ですね、ちょっといろいろ大きい買い物、大きい買い物というのは値段が高いというよりはサイズが大きい買い物をたくさんしましてですね、ただいま正直申しますと、部屋にものすごく大きい段ボールが転がっております。はい。 早くどけなくてはいけないと思いつつもですね、もう11月になりました。皆様もですね、あまり聞きたくない話ではあるかもしれませんけれども、お掃除、早めにしましょうね。<laughs> はい。というわけで本日もお時間となりましたので、またこのコーナーでお会いいたしましょう。犬、とっしゃれでした。さようなら。